ンさん。おはようございます。こんな早くに何か。ああ。いいじゃねえか。許可なく近づけば殺されても誰も文句が言えないところ。ほらこれやるから頼むよ。何ですかこれは。金。はそうなんですか。あのおっさんは天下の大将軍みてえだからな。戦場で直接話をしてみて分かったんだ。あの人は他の将軍とは違う。確かに王騎将軍はただの将軍ではない。秦国の軍がひとたび行軍を始める。当時の秦国は常に他国に侵攻し、6人の将軍にある権限を与えた。他国からすれば独自の意志で暴れ回る6匹の竜が。だから将王は6大将軍という制度を作れたんだ。神殿の起きて王騎将軍の城です。カイモン、カイモンってちょっと待てこら。なんだそりゃ。俺は義軍副将のおかげであったら死んだ。おやまあまあです。演習一度会ってるはずなのに、今も見てるだけで圧倒されちまう。俺たちが目指す天下の大将軍は人も城も。どうしてこんな展開に。どうしたらもっと強くなれるのか教えを請いに来ました。教えを請いたいとは殊勝な心がけですね。私にあなたの面倒を見る筋合いはありませんからね。確かに将軍が俺の相手をする筋合いはない。殺されますよ。一体どこに連れて行かれるのでしょう。しかもなんで私まで巻き添えに。前にも言いましたが、この私との会話の機会はそうありませんからね。わらべ真の口からその言葉が出るとは驚きです。近寄るだけで敵は平伏し、城を明け渡すほどに、つまり制度の前に桁外れに強い我々6人がいた。確かに今の秦国にも、しかし6大将軍の強さは時を経ても人々の記憶に残っていた。それでわらべ秦は将軍になりたいのですか。天下の大将軍。ファイヤー。いいでしょう。気に入りましたよ。嫌です。何を言っているのですかあなた。戦で土地を追われた少数部族よ。わらべ秦、この地を平定してみせなさい。あなたが落ちた集落の南波族はこの地にいる10の諸族の中で最弱。やられたぞ。来るぞ。あの防衛戦フォークショーゲン。なんだてみや。なんでしたらあなたもわらべ神同様、私が蹴り落としてあげますが。こいつバカ者だ。お前ら、エーザも。てめえら、年寄りと女相手に何手こずってんだ。おかしら。よし。バカだ。所詮とはいえ敵が弱すぎましたかね。と緊急の知らせだ。門を開けろ。雨ですぐに消えましたが、馬王に援軍を求めるのろしが上がったという報告があります。どうすればよいのだ。関の奥深くまで侵攻した蒙古将軍の軍勢を。そのような重要事項は軍議で決めます。将の人間が抱く
我が秦国に対する憎悪は尋常ではない。ここ城戸村でも行くぞてめえら。無事に帰ってきてくださいね。多分4ヶ月ぐらい。やっ、うん、少々状況が変わりましてね。こうなったら正に会って話を聞いて。待ちたまえ。今日の軍議を聞きたいと思って先生についてきたんだけど、よろしく。僕は猛騎だ。今玉座の前で行われているのは、ヌクロは野にさらされ血の川が流れたそうだ。名だたる武将が官に出払った今、何か申したかな将軍。止まれモブ。戦の強さには2種類ある。しかるに兵力が手薄な中で。なるほど、話の筋は通っている。しばらく戦場から離れ羽を休めておるが。軍議の邪魔だ、失せろ。これはいいなこと。何のためだ将兵君、答えろ。将兵軍、戦に攻めも守りもない。もうよい、もう覆ることはない。私はあなたのことを認めていますよ。どういうことかな王騎将軍。古き作法にのっとり何か話すことがあったのであろう。大きな口を叩くに見合うだけの力をつけよ。だったな王騎。あの時俺はお前に将王の死を受け入れよと言ったが、十分理解している。9歳までは人質として趙の国で過ごし、もしあなたが一目でも将王の姿を見ていたならば。なんだ王騎。秦軍総大将の任を受け、将王からの伝言。突如侵攻してきた趙軍によって馬陽を攻め落とされれば、惨劇は我が秦国全土に広がるだろう。馬陽を助け我が秦国を踏みしたかんとする趙国軍を殲滅せよ。王騎将軍が総大将か。父は不満だろうな。それはまだわからないよ。え、それどういうことだよ。秦殿、一度家に帰りませんか。行くのか。ああ、俺だけ出遅れてるからな。気をつけていけ、シン。言われなくても分かってら。確かに、かつての趙は強大な敵だった。だがそれは三大天がいたからだ。今の趙には大軍を動かし秦国を攻めることなどできないと俺たちは読んでいたのだ。心配すんな、こっちには王騎将軍がいる。なあ、シン殿。んじゃ、行ってくるぜ。君も戦場に行ってみたいかい。いた、いたいた。いやあ、美兵さ、美藤さ。でも大丈夫なのか、勝手に戦場を見に行ったりして。そう、呂不韋丞相手中の一人。僕はただ戦場を見てその風に触れていたいだけだ。でもそうあってほしいと思ってる。かといって特殊部隊ってのが何なのか。アゲル武功は間違いなくバカでけえ。さらにでっけえ武功をつかみ取るぞ。どうなってんだこりゃ。シン、お前。ああ、まだ来てねえみてえだがな。はあ、うん、別ににやけてねえよ。とぼけるなって、本当にすごいことだぞ。バカは余計だ。そりゃそうさ、あんな田舎村のしょうもねえ俺たちの中から100人称が出たんだからな。しかし
馬陽に近づくにつれ、老人、女から赤子に至るまで一人残らず殺されたんだとよ。まずい、神殿の士気が下がっている。これではとても戦など。俺たちで趙軍を蹴散らし、包囲されて助けを待ってる馬陽を解放してやるんだ。なんだこの音。全軍大きな出陣で息上がる秦国軍。ん？誰じゃ？モーセ。はっ、宝剣というものです。どうした将軍君。宝剣だと。これで俺の百人隊完成だ。望むところだ。それよか、剣を抜いたついでにあれ見せてくれよ。私有は荒ぶる神を鎮める巫女の力を。神、なんかよくわかんねえけど。荒ぶる神を落とすのではなく、もともと体に宿すものだ。六将今日は病に伏して行ったと聞いていたが。いかなる武将なのだ。あの男は完全なる子。いや、あれはもっと。それは天地が砕け散ろうとも許せぬこと。